フェアバンクスモース H-24 から66は、フェアバンクスモースとカナディアンロコモティブカンパニーが1953年4月から1957年6月の間に127両を製造した電気式ディーゼル機関車である。トレインマスターの愛称で知られる。本形式は、車軸配置 CC、6同軸のディーゼル機関車である。 搭載するエンジンは 38D-12 型12、気筒にストローク対抗ピストン式、ディーゼルエンジンであった。販売不振にあった、キャブユニットのコンソリデーテッドラインの後継車種として、開発された。車体形状は、フードユニットとされた。1953年のリリース当時、本形式は、エンジン一気搭載の機関車として、最も出力が大きく、牽引力。 加速ともに他をしのぎ、フェアバンクスモースは市場最も使いやすい機関車の触れ込みで売り込みを図った。いくつかの鉄道がその出力を優位に見て取ったが、対抗ピストンエンジンの保守の困難さや電気機器の信頼性の低さ、冷却水の消費などにおいて不都合と考えた鉄道もあった。それゆえに市場では不審であった。 1954年にはアメリカンロコモティブの RSD-7、1958年には GM エンドの SD24 がそれぞれ2400馬力の機関車として発売され、各鉄道会社にとっても出力でも優位でない H-24 から66を導入する利点はなくなった。 フェアバンクスモース自身も1958年の H-24 から66の最終製造をもって、アメリカにおける機関車市場から撤退した。1963年には輸出用機関車、製造事業からも撤退し、後に個会社化した CLC も1969年には撤退した。車体には3つのバージョンがある。旧機口のルーバーが、 ロングフードの上端に沿って配置されている。ラジエーターのファンが離れている。ロングフード横のの手すりがランボードに沿った形状をしている。少数である。旧木口のルーバーの数が減り、ルーバーの間隔が拡大した。ラジエーターはメタルの帯板で仕切られていた。カナダ太平洋鉄道の8905号機として運用された一両のみが保存されている。現在は ケベック州セントコンスタントにあるカナダ鉄道博物館を運営するカナダ鉄道協会の保有となっている。ありがとうございます。